御座にいます方と子羊キリストイエス様に、天の者、地の者、地の下の者、作られたすべての者と共に礼拝を捧げます。賛美の中に住まわれる主よ、主を礼拝する喜びが全地に満ちますように。キリストイエス様の御名によって祈ります。アーメン。秋田から来ました鈴木育子です。私と
イエス様の十字架の出会いと、子羊の群れとの出会いと、私と私の家族にしてくださったイエス様の癒しの恵みを話したいと思います。秋田に住んで30年になりますが、生まれは岩手の三陸です。小さな市の小さな教会に小学校4年の時から通い始め、高校2年の時に洗礼を受けました。私は洗礼を受ければ清いクリスチャンになれると思っていたのですが、清くなるどころか自分の罪を意識しすぎて、なかなか罪から離れられなくて悩み苦しみました。そして罪のことばかり考えるから苦しいのだと思い、考えることをやめにして教会からもイエス様からも逃げるように離れたのでした。そのまま東京に就職し、親元を離れた解放感から夜遊びに夢中になっていきました。その頃スナックで働いていた主人と知り合い、20歳で結婚しました。2人の娘が生まれた頃、お店の経営が危うくなり、生活が苦しくなっていきました。その頃クリスチャンの友人から送られてきた本を読んでいたら、使徒行伝16章31節の御言葉が心に飛び込んできました。主イエスを信じなさい、そうしたらあなたもあなたの家族も救われます。私はイエス様を思い出し、この御言葉に藁にもすがる思いですがりました。主人も私も子供たちも救ってほしいと、この時初めて神様に真剣に求めました。そして再び近くの教会に通い出したのでした。それから数ヶ月経った頃、主人はお店を辞めて郷里の秋田に帰ることを決めました。そのことを店の経営者に言ったときに、私と経営者の激しい言い争いになってしまいました。次の日、私はクリスチャンに戻ったのに喧嘩をしてしまったことにがっかりしてしまいました。クリスチャンは人と争ってはいけないと思い込んでいたからです。私は人と争い、人とを傷つけてしまった。やはり私はクリスチャンになれない、教会に行くのはもうやめようと思いました。でも苦しいことがあるとまたきっとイエス様に頼ってしまう、そしてやはりダメだと離れてしまうだろう。私は自分の人生を自分で決めていけないものなのだと、本当に自分が情けなくなりました。イエス様助けてと小さい声でつぶやきました。その時突然、私ではない誰かの思いが心の奥から響いてきました。私は医者である、私は医者である、私は医者である、三度響きました。イエス様だとすぐ分かりました。
後で聖書に御言葉があるのを知りました。マルコ2章17節でした。丈夫な人には医者はいらない。いるのは病人である。私が来たのは義人を招くためではなく罪人を招くためである。イエス様が本当に存在していて私に話しかけていることに驚きました。その時お店の掃除をしていたのですが、暗い壁の向こうにカルバルの丘の上で十字架にかかっているイエス様が遠くに見えました。私は2000年前にイエス様が十字架にかかったことが本当の出来事であったことを知りました。私の過去の罪も今の罪も未来の罪も全部イエス様が十字架で負ってくださったこと、地球に生まれたすべての人の罪も時空を超えて全部イエス様が十字架で負ってくださったことを知りました。そして私はこれからイエス様の復活された命で生きていくのだと分かりました。ひとしきり泣いた後、お店のドアを開けたら空気や木の葉がキラキラ輝いていて、私は新しい世界に入ったように思いました。マルコ2章17節の御言葉が賛美になっているので賛美したいと思います。丈夫な人には医者はいらない。医療は病人である。私が来たのは義人を招くためではなく キリストを招くためである。丈夫な人には医者はいらない。いるのは病人である。私が来たのは義人を招くためではなく罪人を招くためである。私が来たのは義人を招くためではなく罪人を招くためである。 Oh.
それから秋田に来て近くの福音教会に通いました。でもその教会は聖霊の働きにあまり関心がなかったので、私は物足りなくなり、できたばかりの聖霊の働きを信じる単立の教会に行くようになりました。ある時、教会の牧師が子羊の群れの1992年の大分リトリートで語られた美津子さんの白い鳩の日本組のテープを聞いて感動して、教会員全員にダビングして配りました。私もそのテープを聞いて感動して、テープをダビングして職場の人にあげました。その人はテープを聞いてイエス様を信じ、家族全員が教会に行き洗礼を受けました。そしてその人が近所の友人にテープを渡したら、その親子4人もイエス様を信じ洗礼を受けました。その近所の人がまた友人夫婦にテープを渡したら、その夫婦も洗礼を受けました。そしてその夫婦がまた友人にテープを渡したら、友人家族5人が洗礼を受けました。そのテープを通して15人の人が洗礼を受けました。みんなテープの中でピーター先生の神様がいるか試してみなさいと言った言葉を本当に試してイエス様に出会ったのでした。私はそれまで一生懸命周りの人にイエス様のことを話してもなかなか信じてくれないのに、テープを聞くだけでイエス様に出会うことに本当に驚いてしまいました。さらに数ヶ月後、礼拝で牧師が小さな本を手にして、この本に書かれている普通の主婦が聖霊に満たされて神様に用いられていますと語られ、その内容のメッセージをしました。私は礼拝が終わってから牧師にその本を借りました。その本はブドウの木、1993年夏号でした。普通の主婦とは美津子さんのことでした。私はその本に書かれてあった須崎孝子さんの証を読んで本当に驚きました。須崎孝子さんは神様に病気を癒されたばかりではなく、心も深く癒されたのでした。孝子さんは小さい頃から自分が否定されるといつも深い淵に落とされたような絶望に苦しんでいたのが、ピーター先生と美津子さんに祈られてから、その深い淵に神様の愛がしんしんと降り積もり、すっかり埋まって平らになって、もう絶望に苦しむことがなくなり、神様の愛だけに喜んで生かされているという証でした。私は、人は皆この神様の愛を求めている、神様もこの愛を人に与えたいと思っていると、その時瞬間に分かりました。そしてその時、私と神様の間にあった何枚ものカーテンが一斉にさーっと開かれて、神様の愛がダイレクトに私の胸に飛び込んでくるのを感じました。私は神様との間にたくさんの条件をつけていたことがこの時分かったのでした。礼拝を必ず守るとか、毎朝30分祈り聖書を読むとか、優しい親切な誰にでも認められるクリスチャンになることとか、神様はそんな条件を何もつけないで、そんな条件を何もつけていないことが分かったんです。神様は初めから条件をつけないで、御子を十字架につけるほどの愛で
そのままの私を愛してくださっていることが分かったんです。この時が私と白い鳩との出会いでした。1998年の箱根リトリートに参加した後に、私は秋田で子羊の群れの集会を始めました。ここで白い鳩飛んで行けと、同じメロディーのグロリア・イン・エクセルシス・デオを賛美します。秋田に来て10年経った頃、長女がいじめが原因で中学3年の春から不登校になりました。私は娘たちが小さい頃からイエス様が育ててくださいと祈っていたので、なぜこんなことになったのか神様に裏切られたように思いました。その年のクリスマスの前の頃だったと思います。突然夜中に目が覚めて、何かを祈らなければならないように
神様に迫られたように思いました。いろいろ考えているうちに、ある思いが浮かびました。でもそれだけは言えないと何十分も苦しみ、とうとう観念して言いました。イエス様、私はあなたを恨んでいます。その時すぐに、恨んでもいい、でも私から離れてはならないと心に響きました。私は私の怒りも恨みも受け止めてしまう大きな神の愛に圧倒されてしまいました。大きな神の愛に包まれて、さらにしっかり私を抱いてくださる温かい愛に、不信感で固くなっていた心が溶かされていくのを感じていました。痛みも悲しみも全部涙で流されてしまいました。次の日、驚いたのは長女の顔を見ても自分を責める思いがなくなっていたことでした。私はこんな母に、母親に育てられて、辛い思いをさせて、申し訳なくて、長女の顔をまともに見られなかったのでした。私が解放されたのが、長女に伝わったのだと思います。年が明けてから、私、働きたいと言い出したときはびっくりしました。それまで長女は人が怖くて外に出られなかったからです。春に校長室で一人卒業証書を受け取り、長女はできたばかりのパン屋でバイトを始めました。1年後に通信制高校に通い、仲良しの友達もでき、春休みが終わってから久々に登校してきた長女が明るい声で、お母さん、この学校を進めてくれてありがとう。私楽しい。と言った時は、長いトンネルを抜けたのだと嬉しかったです。長女が不登校になったことで、私はイエス様から離れそうになっていたことを知りました。でも、決して主は離れないで、かえって苦しい時ほど、そばにいて惜しみない愛を注いでくださることを知りました。そして、不登校の子のは、不登校の子は自分を責め、不登校の子の親は親の自分を責めますが、イエス様だけは何にも責めず、不登校になるほど傷つき傷んだ心を癒してくださるのだと知りました。このことを書いた私のレポートを美津子さんが読まれたときに、私から離れてはならないのアレルヤの賛美が与えられました。この賛美とバレンタインの賛美、私の愛のうちにいなさいを立体賛美したいと思います。恨んでもいい、私から離れてはならない。私のうちにとどまっていなさい。このキリストのうちにとどまる。恨んでもいい、私から離れて。Thank you.
私は子羊の群れの集会を始めた頃から祈ると主が私に従ってきなさいと言われているような気がしていました。それは働き人になることですかと聞くとそうであると言われているように思いましたが私みたいなものがとんでもないと聞かなかったことにしていました。そうして20年が過ぎて、ある朝、送られてきたばかりの2019年の総会資料を読んでいたとき、突然、働き人になりたいという思いが湧いてきて、びっくりしました。いつもの否定する思いが全然ないことも、喜びがどんどん溢れてきたのも驚きました。そしてそのことを本部に告げ、本部実習は2022年の8月から3ヶ月間に決まりました。私は実習が決まった日からずっと緊張していました。本部に来る前の日は緊張しすぎて体中震えていました。次の日、やっとの思いで、子羊ハウスについて、部屋に入った途端、部屋中、賛美と祈りに満ちているのが分かったら、それまでの緊張が瞬間的に取られてしまいました。さらに驚いたのは、その時、
自分でも意識していなかった私の深いところにある緊張までも癒され、自分の家にいるよりもリラックスしていたことでした。思えば私はいつも緊張していました。長女が不登校になった時、専門の先生に相談したら、お母さん、あなたの緊張が娘さんを不登校にしているのですよと言われても、自分ではどうすることもできませんでした。またさらに驚いたのは、その晩から眠れたことでした。私は55歳頃から10年も睡眠障害になっていました。実は眠るためにお酒の力を借りていました。実習中はもちろんお酒は飲めません。今まで参加したリトリートの期間中もお酒は飲めないので、ほとんど眠っていませんでした。だから実習が決まった時は、眠れないのを覚悟してきました。私は40年前にイエス様に戻ってきた時からお酒はやめていました。ところが、長女が不登校になって、うつうつとして夕飯の支度をしていた時に、主人の父のお葬式で余ったお酒が目に入り、少しずつ飲み出して、気がついたらすっかりいい気分になって歌って踊っていました。それからはお酒を飲むのが習慣になり、仕事や人間関係のストレスをお酒で紛らわすようになりました。どんどんエスカレートし、数々の失敗を繰り返しても懲りず、体を壊し入院してもお酒をやめられませんでした。だから、実習でお酒を飲まずにいられるかとても心配でした。主人は、病院に入院したと思えばいいよと言ってくれましたが、自信はありませんでした。でも、実習初日に緊張が癒されて眠れるようになって、私は緊張をほぐすためにお酒を飲んでいたのだとその時初めて分かりました。昨年風の教会の実習に来て、緊張が癒され、睡眠障害が癒され、お酒の依存症からも癒されました。今まで本当にたくさんの人たちが風の教会の礼拝に来て癒されています。そして風の教会から祈りと賛美が全地に響き、痛む悲しむ人々に、国々に癒しを運んでいます。ここ風の教会のアレルヤ5と6を立体賛美したいと思います。Thank you.
今年4月に介護施設にいた92歳の姑の葬儀がありました。その葬儀の1週間後に突然主人が発熱し食べることができなくなりました。はじめ風邪かと思い市販の薬を飲んでいたのですが熱が下がらず医者に行くと肺炎と言われ抗生物質を投与されてもどんどん弱っていきました。熱が出てから2週間後に総合病院で CT 検査をしたら膵臓が炎症していることが分かりました。医者は膵臓に腫瘍があり、それが膵管を圧迫して膵液が流れず炎症を起こしています。腫瘍は 80% 悪性でしょう。リンパも腫れているし、腹水もあり、それらも悪性でしょう。細胞検査をしてから治療法を決めましょう、と言われました。私は主人の父が66歳で食道がんで亡くなっているので、主人は今73歳ですが、主人もがんで亡くなるのだと漠然と思っていましたが現実を受け止めきれず夢を見ているようでした。入院準備のために一旦家に帰った時に窓口に祈りのリクエストのメールを出しました。入院手続きを済ませて家に帰ると窓口から返信メールが届いていました。本部みんなで祈ります。ご主人の膵臓の腫瘍を賛美が多い、消えますようにと書かれてあるのを読んだとき、腫瘍よ、消えよという祈りの言葉が力強く宣言されたように思い、心に光が差し込んできました。そして、昨年実習の時、本部スタッフが祈りのリクエストを真剣に祈っていたのを思い出し、その様子が目に浮かび、嬉しくなりました。この時から、キリストの体の祈りが、私の心も、体も支えてくれているのが分かりました。そして、姑の入院と葬儀の時期が重ならなかったのは、イエス様の配慮だと思い、イエス様がこれからのすべてを導いてくださっているということを信じました。1回目の細胞検査の結果が、出る前の日に面会日があり、私は主人に洗礼を授けたいと思いました。でも、40年も洗礼を拒み続けていた主人ですから、こんな弱っている時に
無理強いはしないと決めていきました。面会はその階のフロアの談話室でした。面会時間があと5分の時、談話室には誰もいなくなっていました。私は思い切って、お父さん、洗礼を受けない?と聞いたら、ばあちゃんの四十九日の法要が終わってからするよ、と言いました。するって言った。すかさず、今しよう、大丈夫、大丈夫、と言って洗礼を授けました。本当に嬉しかったです。帰り道、嬉しくて嬉しくて仕方がありませんでした。でも、イエス様を信じる祈りをしなかったことを思い出し、大丈夫かなと思ったとき、2007年の東北伝道のとき、主人は使わされたスタッフに促されて、イエス様のを信じる祈りをしたことを思い出しました。あれから16年後の洗礼になりました。本当に嬉しかったです。ここで嬉しい名を賛美し、感謝の献金をしたいと思います。イエス様、たくさんの恵みをいつもいつもありがとうございます。たくさんたくさんいただいた中から感謝を捧げます。この献金をイエス様が本当に喜んでくださっていることを嬉しく思います。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。1回目と2回目の細胞の検査の結果も悪性が見つからなかったので、1ヶ月後の
5月中旬に退院しました。そして翌月6月中旬に受けた CT 検査結果を2人で聞きに行きました。2枚の CT 画像を見ながら、医師は入院した時の膵臓の炎症は全部消えて治っています、私は 80% 悪性と言いましたが 90% 悪性ではありません、腫瘍もありません、治ってよかったですねと言われました。私はイエス様が主人の膵臓の腫瘍を消して癒してくださったことを知り、診察室を出てから涙が止まりませんでした。主人はもう死ぬと思ったから、最後にお母さんの言うことを聞こうと思って洗礼を受けたんだよと言いました。主人は死ぬと覚悟した絶望の中でイエス様に希望を持ったのだと思いました。私はイエス様が十字架の上で主人の絶望を負って死んでくださったことを知り、イエス様の十字架が本当にありがたいと思いました。主人は入院中は祈りのハンカチをずっとパジャマの胸のポケットに入れていました。家に帰ってきてから、このハンカチどうしたらいいのと聞いたのでずっと持っていたらいいよと言ったら、丁寧に畳んでズボンのポケットに入れていました。そして主人にイエス様に癒されてよかったねって言ったら、そんなのこれからどうなるかわからないよと言っていましたが、私は今は癒されたことを素直に喜ぼうと思いました。主人が癒されたことを通して、もうダメだと思ってもイエス様だけが希望なんだと知りました。今地球規模で大きな災害が起こり続けて、被害者の人たちの絶望は計り知れないと思いました。でももうダメだと思っても、私にはどうすることもできないと思っても、イエス様が必ず助けてくださると本当に信じることができました。本当にイエス様だけが希望なんです。そしてイエス様の体の祈りと賛美が、この傷んだ地球を、地震を、災害を、戦争を癒すことができると私は知らされました。神様は子羊の群れに洪水のように天の賛美を注がれました。その賛美の響きがすべてを癒すと、キリストの体に託された神様の信仰に応えていきたいと思いました。そして主イエス様のあふれるほどの恵みに心から感謝します。最後に主イエスの恵みを日本語と英語で賛美したいと思います。一度。
主イエス・キリスト様の恵みが作られたすべてのものに満ちあふれますように。主よ、イスラエルとハマスが今停戦していますが、イスラエルもハマスも振り上げた拳を静かに下ろし、戦いが終わりますように。ロシアのウクライナ侵攻が終わりますように。大きな地震が世界中どこにも起きませんように。地球の温暖化が癒されますように。風の教会から主の願いが全地に満ちますように。主イエス・キリスト様の御名によって礼拝を感謝し祈ります。アーメン。